皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、集客できないイベントチラシを作ってしまう人が陥りがちなあるあるな失敗点ということについてお話をしたいと思います。ですね、季節によって、例えば販促をかけたい時とか、ここでこうガッと新しい新規募集で人を集めたいとか、そういう時とかにウェブ上ではもちろん展開はしていくんだと思うんですけれども、地域とかあと属性によってはチラシの方が効果が出るようなケースとかがあったりする時があります。ですので私の方としてはもちろんウェブ集客は教えてるんです。だけれども結構同様にですね、アナログの部分、はがきとかニュースレターとか、チラシ配布とか、その実物紙媒体のものを配っていく、私で言うと販促とはちょっとまた種類が違うのかもしれないですけど、本ですね、本実際のあれも紙媒体の1個になりますので、そういったアナログ戦略も同時にやはりやっていった方がいいかなというケースがあったりします。でそんな時にイベントチラシを作ることになると思うんですけれども、この時に、配ったりとか、どこかのお店に置いてもらったりとか、誰かに渡すとか、そういったケースがあると思うのですが、そのチラシがですね、効果をなすチラシでなければ作る意味がないし、場合によってはそれを手配りとかで自分でポスティング、各家の戸建てとかに入れていく時にですね、役に立たないチラシを作ると労力が無駄になってしまうので、今日はそのアナログ戦略のチラシですね、これをどういう視点から作っていったらいいのかということを中心にお話をしたいと思います。ですね、チラシはウェブと一番大きな違いっていうのは何だと思いますか？一番大きな違いはですね、紙面が限られてるっていうことなんですよね。ウェブはその場所を使わずにずっとスクロールしていけば全てが読んでいくことはできるんですけれども、チラシっていうのはそういうわけにはいかないんですよね。例えば A4 ぐらいが大体チラシサイズなんですけど、それの表裏っていう形のこの2面でしか訴えるものがないんですよね、基本的には。だからその限られたスペースの中に何を伝えるのかっていう、そこが結構ポイントになってきて、私も実際にアナログチラシをどう作っていくのかっていうのを単発の講座とか持ったりとかする時とかあるんですけど、ヒントにしてねってみんなにご紹介してる本が、こういったチラシの教科書とかですね、繁盛店が必ずやってるチラシ最強のルールとか、この本あたりは初心者の人がチラシを作る時には、分かりやすい内容ではあるんですけれども、実際にやっぱりですね、こう作ってもらうとですね、皆さんにチラシって案外難しいんですよ。もしかしたらウェブサイトを作るより、もしかしたらその凝縮されたところで書いていかないといけないので、実は難しいのかもしれないです。で、私が添削をしていて、皆さんの添削をしていて、これ集客しづらいだろうなって思うチラシは、チラシとしてまず1つ目ですね、チラシとしてそれがどんな目的をなすためにそれを作っているのかがわからないチラシですね。具体的に言うと、それを読んだお客さんにどんな行動を起こしてほしいのかがよくわからないチラシ。例えば何かのイベントだったら当然申し込みっていうことになるんですけれども、その申し込みをするのにハードルを下げないといけないわけですよね。じゃあ電話するのか、LINE で申し込むのかとか、 LINE で申し込むんだったらスマホとか使うわけなんで、 QR コードとかで LINE の自分の連絡先飛ぶようにやっておくべきだし、電話が欲しいんだったら電話番号でっかくドーンって書かないといけないし、でそれがそもそもウェブ上でチラシを見ておきながらウェブ上で申し込んでほしいと思うような属性なのか、電話してほしい属性なのか、年齢上の人だとウェブがあまり使えないっていう場合には電話番号ドンでっかい方が、多分普段申し込みとかいただいてる時とかもお電話っていうことだったらそれの方がいいですし、やはりスマホとかの慣れてる世代で、いいなと思ってすぐに切って QR コード読んでパッパって申し込みができるんだったらその方がいいですし、そのお客様の、そのすぐに申し込みができるような状態になっているそのゴールですね、これを見たらどう行動してほしいのか、資料請求なのか申し込みなのか問い合わせなのかっていうのもわからないチラシとかもたまにあります。であと2番目がですね、そのイベントがじゃあ仮にあるとしますよね。で例えば12月とか例えば4月とか何かこう自分が抱えてるイベントレッスンとかがあったとするじゃないですか。そうするとどうせ配るの1回だからその時に全ての内容、例えば3つとか4つとかイベントやってたらとりあえずぎゅうぎゅうにして全部盛り込んでどれか引っかかったらいいなと思ってチラシを作る方もいらっしゃるんですけど。まあ気持ちはとてもよくわかるんですけれども、読む側の方としては情報が散漫になるので結果申し込み確率は低くなる感じですね、データ的には。だから一分一位っていう言葉がありますけど、一分の一は普通の一です。文章の分に一つっていう意味と意味の意、一分一位っていう、まあ、ものがあるんですけれども。チラシもほぼ一緒でですね、あまりこう引っ張りたいイベントが何個もあると全部が入らないっていうことになるので、一つに的を絞るっていう必要があります。なんで欲張らないっていうことですね。紙だってめったに配らないし大変だしっていう気持ちはわかるんですけど、チラシで集客をしたいっていうふうに考える場合にはイベントごとをやるのであれば1個。特に引っ張りたいイベント1個だけで作っていくのが本来は正しい作り方になります。そして3つ目ですね。そのイベントが自分が響いてほしい相手、まあ、対象顧客がいるわけなんですけれども、その顧客の心にグッと刺さる一部がやっぱりドーンとでかくバーンと書かれていないとですね、思わずチラシはまず見ないんですよね。それは引っかかるというか対象になる人に向かって書いてあるかどうかなんですね。よくありがちなのは例えばそうですね、イベントレッスンっていうか、じゃあ例えば、そうだな、内容がね、日時何日イベントレッスンのタイトル名分かりやすい、4月の桜の花見のイベント、桜パンを作ろうとかね、なんかそういう感じだったとして、そのイベントタイトルがあって日時4月の6日とか場所どこどことかっていうのがただ書いてあるだけみたいなチラシもあるんですけど、これは集客できるチラシかどうかっていう観点から言ったら事実のそのなんていうのかな、イベントがされる事項が書いてあるだけであって。心が動かないんですよ。まあ、確かに桜のパンって作ってみたいよねっていう人がいればそこ動く動機になるかもしれないんですけど、自分が呼びたいお客様のその時のお困りごとないしは興味ワクワク系かで引っ張るキャッチコピーが基本どうしても必要になるんですよね。でそのキャッチコピーをきちんと書かないとまず手に取って読まれないっていうことは、まあ大体こう新聞と郵送物とこう区分けしていく時のゴミになりますので、まずおって思ってもらわなくちゃいけないってことはキャッチーな言葉がドンか写真がドンってこないとですね読んでもらえない。だからそのこまこました概要とかはもちろん書いといて構わないんですけど、来る来れないっていうのは見てもらわないといけないんで、ただ一文パッと目を引く一文をすごい考えて大きくかつビジュアルの写真も大きめで訴えていかないと読んでもらうっていう入り口にしか乗らないっていうケースがあったりするんですよ。なので紙質とかも永久保存版みたいな形で今予約来なくてもいいよ、後でいつでも来たらっていうイベントレッスンじゃなくてレギュラーのものでその3つ折りとかこう2つ折り4面タイプとかああいうものをチラシじゃなくて配る場合には厚い型紙使って、そのものを取っといてもらうっていう仕組み、ラミネートとかしても構わないと思いますけどね。ピザの注文のとか割とそういうのありますよね。コーティングされてるからフェラにならないしそんなによってあピザの頼もうって言った時にそれを出してきて頼むとか、まあ今ネットで頼む人多いですけどねはい、まあ、そういうニュアンスです。そういうニュアンスのレギュラーものの長期戦の定番のものは紙もそういう紙にするし、それはメニューとかがいっぱい載っててもいいんですよ。どれにしたいと思うかがわからないからです。だけど季節のイベントものでその時だけで終わってしまうような内容のものに関してはもうキャッチーなものがそこにポンって入ってこないと、まあ心が動かないということです。さっきの花見とかで言うと、その花見のパンを作ってほしいのが、まあ誰なのかっていう対象ですよね。例えば行楽に行く、ファミリーなのかごめんなさい失礼しましたファミリーなのかカップルなのかとか、親子でね行くためのあれなのか、まあ、当然作るパンが誰向きのパンなのかっていうのにもよるんですけれども、それによってそのお花見のお供にっていうことだったとしても、じゃあ彼氏に、彼氏の胃袋をつかむとかラブラブお花見パンを作るとかっていうと、もう対象はそういうラブラブな恋人たちとかですね、まあ、そこでこう彼の気持ちを動かすみたいな、アウトドアのねお弁当で彼の心をゲットするみたいな、そういうちょっと女子向きな感じに作るのか、ファミリーで楽しむようなねものをやりますよっていうことであれば、そのキャッチコピーになってくるし、そのお花見パンとかが今までに全然リリースしたこともない桜っていうことは入っていたとしても、その他ではないとか、もう全く新しい新シリーズとかね、そういうものがあったらやっぱりそれを強調する形になるし、どのみち興味を持ってまずは「お」って読んでもらわないといけないので、そのキャッチが必要になるから、掲示板的な日時とか内容場所どこっていうのでドーンと書いてあるチラシは読んでても面白くないし、ワクワクもしないし、申し込みもされないっていう感じですね。まあ、そこが陥りがちな失敗点ですね。なので基本お客様はそれを見て、その後動線どういうふうにするんだろうって設計をした上でチラシ作らないとダメなので、自分視点ではやはりどうしてもダメなんですよね。で、私がおすすめしているのは、もちろんチラシそのものでインパクトを与えて申し込みなしで問い合わせに動かすっていうことはするんですが、保管しなくちゃいけない場合、もっと詳しく読んでもらいたいものがあって、それがあって初めて決まりそうっていう内容になってるんだったら、ウェブサイトでちゃんとその細かい内容が書いてあるものを1枚用意しておいてですね、でそちらに対して、詳しいことはウェブでみたいな感じで引っ張って、そちらを読ました上で申し込みさせるっていう方法とかもあります。これは顧客属性によりますよね。ダイレクトに電話で申し込みもらっちゃう方が楽な属性だったらその方がいいですし、なので結構練り込まないといけないのがチラシ作りになるので、単なる日時とかね知らせるだけだと、知ってる人とか信頼関係ができてる人であればいいんです。だから例えば教室の生徒さんに「はい、4月のイベントありますよ、これ4個で入って」見せて、どれかその場で申し込んでもらうとか、後でメールもらうとか、すでに顔を知ってる周知の仲間ベースでやっていく分には何ら問題ないんですよ。だけれども通常、例えばダイレクトメール的にですね、近所にポスティングしていくとかは、自分を全く知っていない人にその掲示板的なですね、ただ日付日が書いてあるもポンポン入れてっても、まあ、まず来ないですね。なぜならばちょっと自分のことを考えてみてもらいたいんですけど、全く知らない人でも近所っぽいんだけれども、教室やってるからいきなり行くかっていうと、これ結構ハードル高いですよね。ウェブサイトとかでやっぱその人がどういう活動してて、どういう思想で教室やってて、どんな生徒さんが来てるのかなとかやっぱり知りたいかなと思うので、知り合い以外はその内容だけが書いてあるものでは集客できないです。だからそのつもりでポスティングしちゃうと当然集客できないし、あとお店とかにも置かしてくださいとか言ってもですね、そのお店に来るお客様と自分の属性が合ってないところにチラシいくら置いてもですね、まあまず決まらないのが通常です。だからよくチラシ配ったんですけど全然反応ないですって言うんですが、相当出来のいいチラシじゃないと申し込みとか問い合わせ入らないです。1000通出して123人くらい反応があればいい方っていうのが通常です。だから場合によっては超反応が悪いチラシだと1万配ったって1人反応するかしないかっていう時があるのに、先生レベルで近所に300とか500配るレベルではそれだとゼロに近いっていうことなんですよ、本来は。だから確率をちょっとでも上げるためにもなんていうんですかね、響くお客さんのキャッチコピーを入れていくっていうのをやはりした方がいいです。あとは1回だけだとやっぱ定着しないので、チラシ関係はニュースレターもそうなんですけど、定期的にやってることによって信頼関係ができていくので、チラシ戦略は紙代とか自分の人件費的なもの考えると案外お金がかかる戦略になります。おそらくウェブで展開していく方が基本は楽です。だけれども、そのチラシを地味にやっといてウェブと両方で連動させておくと、信頼度っていうか目に留まった後ウェブを見てもらうとか、ウェブに動線引いてればですけれどもね、そういうことによって知ってもらう認知を上げるっていう一つの手としては、通常教室は地元密着商売っていうふうに言われているので、近所の人に来てもらえるというきっかけにはしやすいかなというふうに思っています。ですのでどの道ですね、チラシを作って配るとか、ましてや自分が配る、人に配ってもらってもお金はかかるんですけど、自分で配るっていうことを考えると、できるだけ多くの人に来てもらいたいじゃないですか。であればそのチラシの作り方はすごく練って作った方が結果として楽です。だからチラシ作りはウェブサイト作りに匹敵するか、場合によってはそれ以上に難しかったりする場合もありますので、難易度を上げてね、できないようにできないようにって案内してるわけじゃないんですよ。そういうことではなくて、知ってやらないと無駄打ちが多いっていうことを伝えたいだけです。だからよくチラシまいたんですけど全然集客できなかったんでっていう人にいくらまいたんですかって聞くと大体100とか200なんですよ。いや、さっきの1000で1反応するかしないかって言ったら、そもそもの母体の量が足りないので、それは反応ないでしょうねっていうのが、私の答えなんですけどね。だから反応確率を上げるために少しでもお客さん寄りの内容にしていった方がいいっていうことをお伝えしておかないと、無駄な時間を使うことになってしまうので、どうせなら効果が出るチラシを作っていただきたいというふうに思いまして、今日はそんなお話をいたしました。ですので集客できないイベントチラシを作ってしまう人のね、失敗点っていうのは掲示板的なものをやってしまうとか、あとはいっぱい書いてしまう、内容が絞れてないとか、そういった部分と、あと目的ですね、どういう行動をしてほしいのかが、動線が見えないチラシ、この辺りは特に注意して作っていただければというふうに思ってますので、ご参考になさってください。それでは。